はい、なんだかんだまた来ましたが、今日は早朝です。4時54分。今日は中潮の今満潮付近だと思います。もう下げ始めかな。満潮4時ぐらい。今日は短時間です。で、今日は橋の下は行きません。もう橋の下はね、釣ったんで、でもうちっちゃいのを狙ってもしょうがないんで、今日はビッグベイト。まあ大きい魚体はね、一応見てるから、まあでかいの狙っていこうじゃないかということで、潮が上がってんのか、上流に向かって流れてるけど、今日はビッグベイトで縛ったつもりはないんですが、思ったよりも持ってきたルアーが小さくて、これとあとダブルコーク、ダイソー新編 10g、 もう一個 OSP のドライブシャット 3.5 インチデュオのウェイト付きのフックつけたんですが、多分ね、あれつけても6、7g とかだから、これ今日もスコーピオン1703なんで、ちょっと 7g ウェイトが足りないかなっていう。なので今日はビッグベイト縛りと。ブレーキが1になってましたね。大丈夫？これ前回からあのフィッシュマンの P 革命つけてますけど、今のもラインの放出が止まるぐらいのバックラッシュを したんですが、ぐしゃぐしゃなってないですね。すごくないですか？これまた相当投げてみて、問題なければ内部までバックラッシュが行ってないってことでしょう。もう行ってないよ。これいいんじゃないですか。まあ今みたいなことがあるから P4 号が巻いてあるんですけどね。これ P1.5 号だったら大変ですよ。で、今ここは道路が激しくね、車が通ってる道路が近いからベラベラ喋ってますけど、今から向こうに向かってやりますけど、そうするともうほぼ車が通らなくなって、騒音がなくなるんで、そうなったらあんまり喋らずにね、黙ってやろうと思ってますが、人の声はね、意外と貫通力があるというか、僕ももう早い時間に眠くなっちゃったな、もう寝ちゃおっかなと思っても、外で道端で人がね話してる話し声とか聞こえちゃうと、まあ眠ければ勝手に寝ますけど、寝たい時はちょっと寝つきが悪い時があるぐらい人の声はよく聞こえてしまうので、まあ人間の耳ですからね、人間の声が聞き取りやすいようになってるのは当たり前なのかもしれないけど、さてここに70センチのシーバスはいるんでしょうか。まだ変更しなくていいよね。自分をした方がいい？ルアーが見えた方がいいか。今日もね、簡単なやつですけどね、このグレーのね、これはもう簡易というかね、割とそんなに、まあ多少反射が抑えられればいいよっていう時によく使ってるやつ。お、カニがいる。お、カニ。ここがね、カニがいっぱいね、この石積みの間にね、カニがいっぱいいるんですよね。もうそういう時期になりましたね。ゾイをやってったらいいのかな。さっきまでね、この辺でたまに波紋ができてたんですけどね、
ダブルコークもいいんですけどね、あっち重いんですよね。この間このマキフラットは2832でも投げたんで、なんとなくね重さに対する慣れというか、まあ2番、まあ8フィートですけど、2番のロッドで投げれたんだから3番のロッドなら余裕だろうという感覚がなんとなくねありますね。だけど 60g はねこの3番のロッドでもねやっとっていうか、オーバーヘッドでやる気はしなかったっすもんね。流れに逆らうと結構潜っちゃいますね。初めてここ来た時は浅間詰めだったですよね、確かね、に橋の下でバチャバチャ言ってんのを見て、ここで絶対釣ってやろうっていうことでね、3回目4回目にまあやっと釣ったんですけど、バチャバチャ言わないですね今日は。どういうあれなんだろう、塩関係ありますかね。今日中潮です。その時が何潮だったかは分かんない、覚えてないっていうか意識してなかった。今日は満潮の時間を意識してきました。投げなくていいか、結構浮力が強いというかポコンって浮いてくる。ちょっとブレーキをもうちょいちゃんとセッティングしたいね。締めすぎ。でもねこれ以上ね DC を緩めると、今3番か、今3番か、緩めていいかな。2と3の間がね結構差が大きい気がするんですよね。ここが良さげな気がしてきた。草むらでカサカサ言うのはカニ。お、ぴょんぴょんちっちゃいのが跳ねたね今。まずいか。やっぱブレーキ1個締めなきゃダメなんだよな。ここでメカ締めた方がいいのかな、投げ方なのか。まあでもねスルスルって自分でバックラッシュがほどけていくような滑りを見せてるんで、今のところ僕は PE 革命すごく効果があると思ってます。まあシリコンでこう、シリコンでもこうなるのかはわかんないですよ。なるのかもしんないし、なるならそれでいいし。あ、今のブレーキがいいかもしんない。メカちょっと締め、メカをちょっと締めましたけどね、さっきから。そういえばウシガエル久々に聞いたな。この間もどっかで聞いたな。最近あんま昔ほどうるさくないっていうか、だいぶ彼らも外来種ですよね、だいぶ数が減ったんですかね。なんとなく、まあ、ほどけるっしょみたいな感じで余裕をかましたバックラッシュでしたが、そうでもないみたい。今ね5時13分、3分ぐらい比較的簡単にほどけたんじゃないでしょうかね。どうですか、ベイトでバックラッシュしないっていうのは難しいと思いますけどね、した時に
ほどけるのかほどけないのかっていうのが結構、だからもうちょいブレーキかけるか、メカニカルの方でね、1ミリぐらい。DC がひと伸びしようとするときにバックラッシュするみたいな、だからブレーキをかけて、 DC ブレーキの方をかけて、思いっきり投げるってこと。それができたらね、苦労しないんだよね。この裏側を見るっていうのがね、結構いいみたいですよ。裏側から引っ張って、表側から引っ張って、17分、1分かからなかったですね。ここでちょっとブレーキに慣れてね、これダブルコークだったら沈んじゃいますからね。やっぱりフローティング、安心のフローティング、やっぱりゴリゴリにブレーキ効いてる感じするもんな。メカニカルをゼロポジションってやつに意識して、DC の方だけで3だよね、これ。いまいちね、ブレーキのどこっていうのがね、わかんないんですよね、これ。ここがオープンでしょ ?1、2、3。今最初にやった時カチカチって音がしたから2だったのか。1じゃそれはバックラッシュするよ。1はもうバックラッシュするから。これ2でしょ、今2でいいんだ。結局2っていうね、答えはもう何回も出てるんだけどね。なんかたまにね、油みたいなのが、膜が浮いてくるのが、流れてくるのが若干気になりますけどね。アップクロス？竿を曲げないでひょーいって投げるときはブレーキをもう一個緩めてもいいのかもしれないね。投げ方で違うね、やっぱね。反発が強い竿だったらそれはね、ピュンって行こうとするから、ブレーキは強めにかけとかないと。今ぐらいロッド曲げても2でいいってことは、だいぶ濁ってる気がするな、今日は。今みたいに手首だけでキュッてロッドを止めれば、まあ、両手で持ってればね、3番のロッドだって曲げられるから、すごいですよね。こんなに腕を振らなくても投げられるもんなんだなっていう。ちなみにそこの水路の出口みたいになってるところが僕の、記念すべき一番最初にバスの存在を感じたところですね。ああいう水の出口があるところは、こういうね、護岸がトリッキーな形で入ってるから気をつけてくださいね。確かね、こう四角く張り出すように、この石積みがね、こう四角く張り出すようにね、この一段下の、今ね30センチぐらい下にもう一段下があるんですけど、水面から今30センチぐらい下のところにテーブルみたいな形で、あの出口のところにこう行って向こうまで張り出してる形で護岸があったような気がします。あ、ここ来れば見えるか。見えますね。これ潮が引いてればね、もう一段降りれるんですよね。降りたことないけど。で、バスが水面まで追ってきてたのが、まあ多分バスが水面まで追ってきたのが、ここのちょうどここがね、深くなってるんですよ。で、スピナーベイトがこの辺にあるときに水面がね、もうワンってなって、わあ追っかけてきてたんじゃねってなって、
まあ、一瞬当たったんですけどね、その前に。でぐるぐるって巻いちゃったら水面の方まで追っかけてきてくれてて、その一定に巻いてればね、もう一回バイトあったかもしれないけどっていうところですね。今も不意に降りちゃったけど、ここね金網が足元にあるからね、もう一歩降りる前に一回探った方がいいですよね。今日全然跳ねない。水面がずっと鏡。あ、向こうの橋の下でちょっと風だか波紋だか分かんないぐらい。ちっちゃいのが跳ねたか。でこんなでっかいルアーにもちっちゃいのがね挑んできてほしいですけどね。でもやっぱシーバスは体の大きさに対して口の大きさっていうのはラージマウスほどではないですよね。口が大きい魚だとしても。だからこのルアーに40センチは食ってこないと思って今日はやってますよ。やっぱりもっとでかいのがいるはずってね見ちゃってるから。でこの浅間爪のねあの激しいボイルを見たものとしては、朝だったらワンチャンビッグベイトあるんじゃないかなと思って、で1日これでやるわけじゃないからね、今日はもう朝の2時間ぐらい、2時間できるかな、1時間半ぐらいサクッと勝負が早いっていうかね、もう本当にワンチャンですよ。この間橋の下でやった時はどうしても釣りたい。下にいるのかい？鳥が揺らしてるせいかい？なんかいるっぽくない？枝か？ちょっと流してみる？いるな。いるぞ。流そう。なんかお流れがないんだ。あ？流れに乗せて。ちょっとゆっくりすぎてじれったいですけどね。この距離10メーター、7、8メーター。相当投げる方が難しいからね。僕はもう糸を送り出しますよ。やっぱあそこまでね露骨なオーバーハンがあればね、何かしらのバスがいるでしょう。鳥がいれば木の実とか、まあ、糞とかにも種混ざってるしね、そういうのが魚の餌になるのかもしれない。こんぐらいでいいかな。いいんじゃない？もうちょっと。でもあんまり水際の波紋はねカニの可能性がかなり高いからね、こっからあの波紋が見えないんだよね、どこなのか。こう岸があそこくぼんでるのかもしれないし、魚かな、なんか枝と違う場所で波紋が出てる気はするけど、もうちょい奥まで行けるか。
今のところ橋の下も静かですね。今ここで今ルアーが通ってるところが足元から2段ぐらい下のコースだから、まあ、水深にして、まあ、1メーターないぐらいか。ちっちゃいけど波紋がね上がってるんですよ。ちょっとダブルコーク投げてみたくなってきたね。ブレーキをまだ強くできるからブレーキを一つ強めればいけるかな。今日はこういうラインナップです。このねドライブショット、ピンクのドライブショットがちょっと余計だった。今日のタックルセッティングでは使えない。このダイソー新編、ダイソー新編 11. 点何グラムでしたね。だギリギリこのタックルで投げられるだろうっていうことで一応入れてきましたけど、ダブルコークはシンキングなんだけどそんなにストーンって落ちる感じじゃないからまあまあいけるのではないかと。これスナップファスナーの穴にこうやって入れとくのいいっすね。これはもう問答無用でブレーキを1段階強めて1投目はそーっと投げる。あ、沈み具合こんな感じ、ゆらゆらゆらーってそんなにストーンっていかないからまあいい感じっすよね。こんぐらいのゆっくりで、もう変更つけていいっしょ。沈み具合を見ていただこうと思いますが、こういう感じ。1秒間に20センチぐらいかな、早く見積もって。でブレーキは1段強めたから、わあ重さ感じる。だからもうちょっともう一個強めてもいいのかな、4にしてもいいかな。ブレーキでもっと手を楽にした方がいいのかな。これで早いんだ、もっとゆっくりだ。4にして、あー DC に任せた方が楽だね、サミングは。でちょっと怖いから竿を立てますか。なんかテールがこうなりますね。振り返しっていうか振り返しが早めっていうか。でもこれオーバーヘッドで投げるには何番のロッドが必要でしょう。何番っていうかもっと長いロッドにした方がいいのかな。9フィートとかのでミディアムかな。あんまりバッキバキに竿を硬くしてもしょうがない気がするからね。だからロッド長さが長くなれば懐も深くなるというか、ただ巻きだったらいいけどって。でもその釣りどんだけするっていうね。あの中禅寺湖行ってみたいですけどね。中禅寺湖でこのビッグベイトをやるかはわからないけど、でもあそこもねおかっぱりだと遠投命だからブレイクラインまで飛ばさなきゃならないですよね。あともうずっと行ってみたいのはあそこ奥多摩ダムですけど、あそこ昔から大岩名っていうのがね、一回動画で話したかな、まあ、実はあそこ僕何度か行ったことあるんだけど、何度かっていうか数えきれないぐらい行ってるんだけど釣りをしたことがないんだよな。で改めてね自分が釣り復活して、まあ親の実家があるんですけどあの近くにね。でももう
親も高いし、でもたまにはね、親の実家のおじおばに会いに行ってもいいかなと思って。あそこがね、なんて言ったっけな、シルバーライン、奥多摩シルバーラインって言いましたっけね。で、ああじゃあ多分片道230キロとかそんなもんかな。だからバイクで行って疲れて帰るのだるくなっちゃったらそのまま止まっちゃえばいいじゃんと思ってたら、なんとそのシルバーラインバイク通行不可だったんですよね。まあ、確かに危ない。ダム建設用の道路だからね、道幅も狭いし傾斜も急だしね、で常にトンネルの内壁から水が染み出してるしね、まあ確かにバイクは危ないかって行ったことがある人なら想像つく。だけどね、釣りが目的だったら別に車で行ってもいいから、そのうち行ってみたいなと思って。あの辺はね、ちなみに夏でもね暑いんですよ。もうね、北海道でももう30度を超える時代になっちゃいましたからね。まあどこ行っても、まあ、山の上に標高を上げないともう気温からは逃れられないっていうかね。でも登山しちゃうと釣りはできないしっていう。ロッドアクションは疲れちゃうからこういう薪でなんとかしようっていう手法が生まれたんですかね。すごい、ひっくり返ったり一回転したり。まあ7フィートならねこんなことぐらいはできるけど、巻きフラットはただ巻き用なんですよね。ただ巻き用っていうのもね気に入らないですけどね。なんか、巻く、ただ巻くことをなんていうの、設計した結果のルアーというか、あんまりね細分化しないでほしいんですよね僕は。だからラパラみたいなねルアーにもう基本だけ押さえててくれればあとはこっちでなんとかしますみたいな、そのぐらいが楽しいですね。重いんだよねやっぱこれ。ほんと 10g、 ほんとにこの差 10g っていうぐらい重く感じるんだよな。まあ変えますけど、せっかくだから新編投げていく。なんかウシガエルの鳴き声鳴き方もう変わりましたね。 10g、 11.5g、 3番で投げられるのか。ただねスナップが2番ですからね、さすがにブレーキを、2つ緩める。1、2、まあこれはこれであれか、別に投げにくいってことはないか。これありだな。新編は休憩だな。あまりにも軽い。ただその場合ちょっと垂らした方が投げやすいかもしれない。でも垂らしすぎると今みたいになるかもしれない勢いがつきすぎちゃって。外れてね、30ポンドだからね、引っ張りますよ。そりゃ引っ張った方が早いし、大きくパチンパチンやるよりこのためのグローブだから。つなぎ目でちょっとあれか、ガツンってなってるか。ショートリーダーで、ま、でもこんな今やってるのマヒンノットですけど、やっぱマヒンノット結び目がね
横に出ちゃうんですよね、リーダーの端線が。まっすぐこっちのリールの方に向かってくれればいいんだけど、大丈夫？だからね、太い糸だと横に出っ張りができちゃうから、細い糸だったらね、その出っ張りがこう動いてくれるから引っかかんないんだけど、太い糸だとギュッてガイドに引っかかっちゃうから、太い糸用のノットじゃないかもしれないな。そう考えるとキングノットか。キングノットは確かに微ミリツイストは PE だから結び目小さくなるし、リーダーの結び目は8ノットだっけ、だから端線は完全にリール側に向くし、まあ前の動画にもコメントいただきましたけど、強度はどうなんでしょうねっていうのは、あれは別に強度を追い求めた血栓方法じゃなくてリカバリー重視ですよね。リーダーがリーダーの交換をしやすくしたっていうか、しやすさを重視した。別に僕はこだわりないけど、 FG はもう家で FG 組んでって、外でじゃあブレイクしました、同じように FG 組めますかっていう話。車の中で風を遮ってって例えば車の内装のねどっかにラインを引っ掛けるものを作ってとか、そういうことができたらいいけど、車降りてすぐそこで釣りできるんだったらね、それでもいいけど、5分歩いて車に戻ってってやるのはだるくないですか。って考えちゃうんですよね。できれば1日持ってほしい、ブレイクしなければ、まあ、ブレイクしなければ1日持つのはどんなノートでもそうか。でも今もそうですけど、僕リーダー持ち歩いてますからね、ここでやりたいですよね、交換の必要が出た時。拠点に戻らなきゃできないんだったらリーダー持ち歩く必要ないんだから、リーダーとハサミと、やっぱちっちゃいのかな、もうちょっと身辺投げるか、浜がちっちゃいもんな。やっぱりここも40センチが現実か、70センチは夢を見すぎたか。でも見たしな、今度はうかつに下に降りずに。これ何？天秤仕掛け？恋かな。持っていくか。これはさすがに使うことあるかな。まあでも一応ね、回収。やっぱ人は自分がいらなくなったものはその場で捨てないと気が済まないんですね。あ、なんか見えた、どせびれが。濃い、でかい、60センチ。でも今日のタックルなら取り込めるぞ。これダイソー新編、もうちょっと大きいのないのかな。あ、やば、油断した。あっ、ねえ、またあそこの水路の出口、いや水面が静かすぎる。本当はね、あの水色の橋を渡って対岸やりながら戻ろうかなと思ってたんだけど、これ対岸やんなくていいな。競合がいるんだったらやっぱり鯉狙いも一回やらないとな。あ、届いちゃった。ここにいたのかい？なんか波紋があるけど。
でも濃いっぽいな今日は。水面から出ないもんな姿が。水面が盛り上がりはするけどね、あの橋の下まで行かなくてもいい気もしてきた。もう帰ってもいい気もしてきた。今6時4分。あの木の枝の下にいるのは鯉でしたね。たまに水面をもやもやさせてたのは水面直下泳いでたから。ちょっと観察していくか。戻ろっか。水分補給もしたいし。なんかねママチャリがあるなと思ったら、今あの橋の向こう側の欄干から下覗いたらね道具が置いてあったから人いるんだなと思って、ちょっと見てみようか。姿見えないんだよな。あ、いた。あ、リアやってるんだ。ちょっと人影だけ